はいどうもこんにちは。アクア大好きトイカンです。今日はね、こちらを紹介していきたいと思いますよ。セガの SPM スーパープレミアムフィギュア、津島よしこ元井ヨハネです。今回はね、ゲーセンの景品ですが、昨日のサンシャインの3話を見終えてね、まあ感動してるわけですよ。高まってる気分のまま、このフィギュアをね、紹介していきたいと思います。では、早速開けていきます。はいで台座にセットしました。いやね、噂には聞いてたけどね、なかなかの出来ですよ。これはゲーセンの商品なんで値段は決まってないけど、だいたいみんな1000とか2000くらいで取るわけでしょ。これね、すごいわ。思ってた以上だわ。特にさ、この顔がすごいよね。まんまヨハネだもん。表情がいいよね、このはつらつとした笑顔。髪の毛のね、造形もね、すごいわ。まあ、髪の毛のね、毛先の部分とか若干ね、粗い部分もあるんだけれども、それでもね、グラデーションとかもかかってるし、これちょっとね、本当にね、びっくり。それで衣装が青空ジャンピングハートでしょ。この衣装もね、すごいよくできてる。胸元のスカーフとかね、あとサスペンダーとか、若干ね、塗装荒いところもあるんだけれども、ちょっとね、思った以上だわ、これ。本当にね、よくできてるわ。スカートもね、すごいよくできてる、このひらひら感とか。これがね、今時のプライズのクオリティなんだね。いや、マジね、すごい。これは、本当にびっくりだわ。あとね、サイズも結構でかいんだよね。これスケールフィギュアで言ったら多分ね、7分の1ぐらいはある。うん、それぐらいでかいし。これはやばい、満足だわ。うん。そして足もね、片足立ちなんだけど、結構ね、しっかり立ってるの。これ多分ね、時間が経っても、傾いたりしないと思う。昔のプライズはね、こういう靴下のボーダーなんかね、結構荒かったんだけどね、これはね、本当によくできてるよ。うんうん。この角度だとちょっと見えないけどね、スカートの中もね、バッチリできてる。あとなんだ、昔のプライズって、肌の色がプラスチックしてるんだよね。なんかこう、テカテカってしてる感じで。でもこれ見てよ、全然、そのテカテカしてなくて、肌色になってるんだよね。いや、やっぱこれすごいわ。いや、すごいわ、これ。僕はこれ1000円ぐらいで買ってるんだけど、それでこの出来はすごいよね。いや、ちょっとね、ほんと想像以上だったわ。プライズ恐るべしだ。これでね、プライズのクオリティがどんどん上がっていったら、もう普通のスケールフィギュアとの差がなくなってくるよね。うん。いや、これは恐ろしい。だってスケールフィギュアとかで1万円とか、まあ今2万円とかもあるけど、そんな高い値段出して出来がいいのは当たり前だからね。だからこれはね、もうほんとちょっとした小銭で買って、持って帰って飾れば、これは本当にね、幸せな気分になれますよ。ということで、今回は SPM スーパープレミアムフィギュアの津島よしこ元井ヨハネでした。ではまたねー。